はい、今日はですね、お茶の輪の、新曲発売記念の、リリーベがあるんですよ。もう今月から始まるんですね。お茶の輪メジャーデビューシングル発売記念ミニライブお見送り会イベントっていうのがあります。で、これでね、事務所が書いた追従事項にね、ピンとこないことが書いてありまして、まあ、これがね、どういうことなのかっていうのをね、3回ぐらい読んでね、3、4回ぐらい読んでね、ようやく理解したっていうことになってまして、解説していきたいなと思います。それでですね、まあ、どういうことかというと、ですね、ちょっと待ってくださいね。事務所のまた、これね、文系の字が書かれた文章なんだろうかなって ですけど、どこに書いてたんだっけかな。これだ。CD ご予約購入特典に関するご案内っていうのに書いてあるんですけど、イベント当日、会場内特設販売所にて、優先エリア入場券、お見送り会参加券、対象商品の2022年7月13日水曜日発売、お茶の間メジャーデビューシングル、恋のクラッチングスタート、お祭りデビューだぜ、曲順にて、をご購入いただいたお客様に、優先エリア入場券1枚、お見送り券参加券1枚配布いたしますと。書いております。で、これがですね、通常版 AB セット1枚ずつ A と B とセットされたやつね、これを、まあ、2600円ですね、これをお買い求めだと、優先エリアの入場券とお見送り参加券を1枚ということなんですね。で、各回とも優先エリア入場券配布終了後に、通常版 A もしくは通常版 B を1枚ご購入いただく様に、お見送り会参加券を1枚配布いたしますって書いてある。で、これ意味が分かんなくてね、どういうことだと思ってね、で、これ3回か4回ぐらい読んでね、ようやく理解したのがね、あ、今まで通りと変わんねえじゃんと思ったんですね。で、これね、だから今まで通りのことをね、文章で書くとこんなに分かりにくいんだなっていうのがあって、まあ今まで通りっていうか、まあ今までと、まあ、若干違うんですけど、今までのリリーベっていうのはね、ここに優先エリアってあるんで、ここがステージですね。こちらがステージなんですけど、ここに優先エリアっていうのがあるんです。で、この優先エリアは、まあ、握手会、昔握手会なんだよね。今お見送り会になってるんですけど、まあ、昔リリースイベントといえば握手会だったんです。で、握手会の、2種類あって、優先エリアの、参加券があるやつとないやつがあるんですよ。で、ないやつは、握手券のところに番号を振ってあって、それが入場、番号を振ってあ、握手券に番号が振ってあるんですよ。で、この番号っていうのがランダムで、で、一番最初に並んだから1番が来るわけじゃなくて、一番最初に並んだのに560番とか来る場合もあるんですよ。結構バラバラなんです。だから、126場面ぐらいに並んだ人が握手券もらって1番っていうのもあるんですよ。だから、それだけランダムなんですけど。で、それが握手券に書かれてる番号順に、これ優先エリアに入るから、1番から1番拾って引いた人は、だいたいこの辺でど真ん中に、このど真ん中に陣取れるわけですよ。で、まあ1番、2番、3番、4番って、分かるでしょ、理屈が。ね。10番、20番、30番。だから数字がでかいほど後で入ってくるから、だいたい後ろになってしまうっていうことが、後ろの方に並ぶ羽目になるという。で、これ昔の握手、あと、優先エリアの入場券がないやつの握手会ね。で、優先エリア入場券があるやつもあるんだよ。だいたいこれでもね、
狭いところでやるやつよ。だからあのタワレコのイベントスペースなんて狭いところでやるところだと優先エリア入場券ってなんか別個に配られる場合がありました。でこれはでは昔はこれタダで配ってました。だから CD を予約しますと、CD を予約しますと、最初に並んでる人は優先エリア入場券っていうのものセットでもらえたんですけど、だんだんこれが100枚ぐらいしかなくてね、サワレコのイベントスペース狭いからあんなとこに100人も入ったらもう大変だから、で優先エリア入場券がなくなると あれなんですよ、普通に握手券しかもらえないんですよ。で優先エリア入場券が、あると、さっきも言ったように優先エリア入場券に番号が振ってあってその番号順に入っていけるという。で優先エリア入場券持ってる人だけはもうこの辺の優先エリアの一番前のステージの前の方に陣取ってない人は後ろということになります。優先エリアに入れるんだけど優先エリア入場券の方に入っ、まあ、もらってる人は割と優先エリアの前の方に陣取ることができたということなんですね。で今回はですね、まあ優先エリア入場券昔はタダで配って、さっきも言ったようにタダで配ってました。これがね、有料になったっていうだけの話ですね、これはね、有料になって、でセットでね A と B をセットで買った人しかここ優先エリアにしか入れないよっていうことなんですね、おそらくね。で、で優先エリア入場券そんなに用意してないから、まあ、やったつも100名ぐらいしか用意してないと。で100枚ぐらいしか用意してないんで、こう朝からこう並ぶんですよ、販売所のところ並ぶんです朝から。これ100枚しか優先エリア入場券の分が100枚しかない、要するに AB セットが100枚100セットしか用意してない場合は並んで100番メンバーしかこう優先エリアしか入れ優先エリアには入れませんよということです。で101番目からは、優先エリア入場券がもうセットがなくなっちゃったから、握手券しか配れませんから A か B どっちか選んで1枚、買ったら1枚もらえますよってことなんですね、はい、そういうことなんですね、多分それだけね、理屈としては。私ねだから最初これ読んで文章事務所名文章読んだ時ね、まずねAB セット要するに優先エリア入場券を買わないとまあお見送り会も参加できないもんだと思ったの最初。で買って優先エリア入場券を買ってでお見送り券も買って、セットで買ったと。でこれが買って、買いましたと。でこう中に入れますと、だから中に入れます。 で、でこの AB セットを買わないとお見送り会も参加できないもんだと思ってました。はい、で、AB セットを買った人しか回れないと。この、これお見送り会は、まあ、初期前提としては参加ができないものだと思ってました。ああ大変だなと思いましたね。だから最初はね、だから AB、優先エリア入場券をまず買わないといけないんだなと。2600円出して買って、で、買った人のみがこの中に入りまして、でこの買った人のみが後に、A か B を選んでお見送り券を自由に買えるよっていうことじゃないかなと思ったんですけど、よーく読んでたら、別にこれ関係なくてですね、これ別に関係なくてですね、まあ、要するに、最初にさっきも言った通り販売情報があります。これエスタの皆さんがいます。でここにですね、並ぶんですけども、まあ、AB の、まあ、優先エリア入場券がだいたい100枚しかないとすると、100人並んで100人目までが 100人目の人までが中に入れますと、入れますよということですね。でなんでこれセットにして売ってるかっていうと、おそらくですね、セットをですね大量に買ってもですね優先エリア入場券を10枚もらってったら別に、ね、ただ入るだけで、このここに入るだけが10枚もらったってあれだから、そういうことを10枚とか買わせないためにセットで販売してるんでしょうね多分ね。まあ、どういうことかっていうと、どういうことかっていうとね、まあ、要するに優先エリア入場券を月のやつの AB セットをね2600円ですよ、
これ10枚積んでも2万6000出して10枚積んでも優先エリアって1人しか入らないから優先エリア残り9枚が無駄なんですよだからそういう10枚とか積ませないためにですね、だから100枚100セット使用したら100セット分100人にちゃんと行き渡るようにセット販売してるんだと思います。これははい、でループしたい人は優先エリア入場券が枯れた後ね、自由に買ってくださいってことですね。 AB セット A とか B セットどっちでもいいから、まあ、でそれを10枚積むなり20枚積むなり、そんで後でお見送り会でループするならそれは勝手ですよってことですね、はい、あとは優先エリアは入んなくてもいいやと、俺はでお見送り会だけ参加したら参加できればいいやっていう人は、別に早く花から並ぶ人ないんですよ、並ぶ人なくて優先エリア入場券、まず優先エリア入場券の販売から始まるんで、それが終わるまで待ってから、通常版 A、B どっちかを買うと、ね、それでお見送り券が1枚発できてますから、別に優先エリア入場券はないからといって、優先エリア入場券と、お見送り券をセットで持ってる人じゃないと、お見送り会は参加できないよっていうことじゃなくて、ないということですね。分かりますよね。そういうことです。これは今回の俺は。まあ、要するに何が違うかというと、まあ、さっきも言った通り、優先エリア入場券が有料になっただけだと。あと残りは今2019年までの、あれとはあんま変わんねえということですね。はい。でもなんでこれね、中事故を読んでこんなにちんぷんかんぷんだったのかってよく考えたら、私2019年からこんなにイベントやってない、見て参加してないもんですからね。忘れてんだね、もうね。うん。俺2000だってこれねリリースイベント出たので、ね、俺ジュースジュースのねお台場のねゼップダイバーシティのねあれですよポップミュージックかなんかのあれですよ、発売記念のあれですよ確かヤフゾーとタコちゃんと初めて握手したやつ、アントイチだってまださ金沢智子と高木佐伯と宮本かりんがいたんだよ、あの途中またんだってあれ時以来がやってないんだよ。だからもう全然ピンとね忘れてんだねもうね3年もやってないから完全もう、うん、なんですね。はい、そういうわけでございまして、お茶の間のリリースイベントの、まあ、仕組みはこういうことだと思います。おそらくこれで間違いはないと思います。だから優先エリアに、だからまあ割かしだからこれを割と早い、まあ間近で見たいって人なら AB セットを買ってくださいよってことです。別に間近で見なくてもいいから、この辺の優先エリアの後ろでまったり見てえなっていう人は、これ優先エリア入場券が枯れた後に AB、 ここで AB セットをどっちか買ってくださいってことです。好きな甘いすべき買ってくださいってことですね。はい、以上でございました。ということでですね、4月の下旬からもうぼちぼち始まりますので、ミニライブって何歌うんだろうね。お茶飲むのあれですかね。だったらまず、これのクラッチングスタートと、まあ、ラーメン大好き小泉さんのカバーと、あと何新曲のお祭りデビューだぜっていうのが3曲と、あと研修生の曲なんか2つ歌うんでしょうね、多分ね。大体ミニライブ5曲ぐらいですからね、セットリスト的に。あと MC 入れて、1曲目歌って、MC 入れて、2、3、4、3連チャン歌って、また MC やって、じゃあ最後の曲聞いて、最後の曲に聞いてくださいって言って、わーって言って5曲歌って終わるっていうのが、大体パターンでございますので、ね。はい。うん、私も行ってみたいなと思っておりますが、行けたら行けます。はい。ということで。以上、今日はですね、お茶の間のイベントの、まあなんかね、この説明文がよく分かりにくかった私だけかもしれませんけども、あえて解説してみました。以上です。ピッ。